個別相談を1月30人ほどさせていただいたんですけど、連続で29人制約いただけなくてというような状況でした。その説明を追加したことで来てくださったお客様の反応も変わりましたし、制約率 100% 契約いただいています。入学後の累計の分で432万円を売り上げることができました。皆さんこんにちは。 こんにちは。今回はインスタ集客講師の小松由佳さんが入学3ヶ月半で累計432万円の売り上げを上げられた秘訣について具体的に聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小松さんの現在のご活動内容を具体的に教えていただけますでしょうか。リールに特化したインスタ集客講師をしております。現在リール特化型のインスタ講座をされているということで、小松さん自身もリールとても上手なので、リール運用で意識している秘訣とかも画面を共有しながら聞いていきたいと思うので、ぜひ皆さん最後まで楽しみに見ていただけたらというふうに思うんですが、次ですね、弊社集客学科ご入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。北野社長のセミナーに参加させていただいた時に、自宅学習サイトを拝見させていただく時間があったんです。コンテンツが充実しているっていうのと、どこを押してみればいいかっていうのが一目で分かるようになっていたので、自宅での学習も進むだろうなと思って、コンテンツの充実っていうのが一つあります。二つ目がインスタの最前線でトップオブザトップを極めていらっしゃるので、ライブ何度か拝見させていただいて、誠実な方なんだろうなっていう印象は持っていたんですが、セミナーに参加させていただいた時にライブの時と変わらず誠実な様子を感じましたので入学を決めました。ありがとうございます。入学前と後の変化ってところも聞いていきたいんですが、入学前の状況というのはどういった感じだったんでしょうか。北野社長のお弟子さんのところで勉強させていただいていて、成果は出させてもらってたんですけど、もう少し飛躍してやっていきたいなっていうふうに思っていたので、北野社長のノウハウだけではなくて、お人柄やったりあり方っていうところ、潜在意識のセミナーとかもしていらっしゃるので魅力を感じて入らせていただきました。入学前の状況は個別相談を1月30人ほどさせていただいたんですけど、連続で29人制約いただけなくてというような状況でした。制約率っていうところが課題というところで、入学後に、ね、セールスだったりとかプレゼン資料を添削させていただいて壁打ちをして、そこを上げていこうっていうところが最初の課題だったと思うんですが、個別相談最初29人に対しては制約がゼロっていう状態だったということですね、はい。まあ、そこから入学後の具体的な変化、売上面も含めたところはいかがでしょうか。コンセプト設計の時間でセミナーセールスの強化をしていただいたり、自宅学習サイトを見せていただいて、セミナーのテンプレートをいただいていたので、自分なりにアレンジして使わせていただいたっていうところが一つと、講座説明の資料に関してもアドバイスいただきましたので、講座説明も分かりやすく、成果がどんな風に出てるかっていうことが伝わるようなセミナースライドに変更させていただきました。この説明を追加したことで来てくださったお客様の反応も変わりましたし、納得してご制約っていうことを積み重ねていきまして、3月末から4月の制約ご紹介っていうところもあったんですけど、制約率 100% 契約いただいています。入学後の累計の売上でいうと今いくらぐらいになりますでしょうか。入学後の累計の分で432万円を売り上げることができました。素晴らしいですね。今年の1月の時点では29件個別相談やっても制約がゼロだった状態から、3月末から4月の段階だと制約率が 100% という形で、制約率が大幅に上がっているというところで、入学後累計430万以上の売り上げを達成されている秘訣を具体的に聞いていきたいなと思うんですが、ここから先は小松さんが SNS マーケで意識してきた秘訣やったりとか動線についてね、具体的に聞いていきたいと思うんですが、今こちらの画面に出ているのが小松さんのインスタグラムになります。インスタグラムから個別相談につながるまでの動線というのはどういった感じになっておりますでしょうか。インスタグラムでフォローしていただいて、その後の LINE に登録いただいて、そこから5日間のステップを配信していますので、反動で個別相談が入る流れになっています。素晴らしいですね。うちの受講生さんも LINE 登録いただいた後、ステップっていうのをしっかりと作っていくフェーズがあるんですけども、特に1つ目の LINE の配信の挨拶文がかなり重要でして、一番ホットな部分で動画を見せるっていうのが後々の制約率を上げていくための要になってきたりするんですが、うちではローンチ動画って言ってたりするんですけど、小松さんの場合もこのローンチ動画も作り込まれてセットされているっていう感じですかね。ローンチ動画で個別相談につながるっていうのと、そこからプレゼントを配布している流れになりますので、ご興味のある方はそこから個別相談っていうのが半自動で入るようになっています。パネルのすごいところって、1つ目のローンチ動画で早い方だと個別相談申し込みが入ったりするし、そこで申し込み入らなかったお客様も2日目、3日目、4日目、5日目と LINE の自動で届く配信を見ていくうちに、5日目で最後また個別相談の訴求があるので、そこで申し込みにつながったりするっていうところで、できるだけホットなうちに取りこぼし少なく、今すぐ内容を知りたいってお客様を救っていくことができるパネルなんですが、 LINE につなげていくための動線としてインスタで発信されているということで、インスタグラムから LINE への登録数って今どんな感じでしょうか。2月の累計が259名、3月は体調不良もあって発信が急投稿しかできてなかったんですけど、それでも68名の方に LINE に入ってきていただいてます。素晴らしいですね。集客につながっている理由ってのはほぼもうリールって感じですね。そうなりますね。過去のリールが伸びているので、3月が投稿できなくてもリールが自動集客できている状況です。僕自身も心理学のインスタをやっていて、過去に上げたリールが1日2桁以上のリストが回り続ける、リールって伸びるとそれぐらいポ
ポテンシャルがあるので、インスタ伸ばすんだったらリール一択だなっていうのは感じているんですが、 LINE 登録いただいた方から毎月だいたい個別相談数っていうと何名ぐらいの方が来ていただいてますか？2月が13名、3月が10名の方別相談来ていただいてます。 LINE 登録数のうちの 10% 近い方が個別相談来ていただいたら基準としてはクリアなので、個別相談にもしっかりつながっているというところですね。具体的な集客動線ということで、小松さん自身のインスタで意識しているポイントとかを聞いていきたいと思うんですが、特にリールというところで現在フォロワーが7000フォロワーに対してインスタ集客っていうライバルが多いジャンルではあると思うんですけど、再生回数も6800再生、7500再生とか8600とか 1.8 万再生とか1万再生っていう形でベースの再生回数がかなり高い状態で維持できていると思うんですが、リールといっても闇雲にバズらせればいいというわけではなくて、ターゲットど真ん中にしっかりと刺さるようなリールで再生回数を伸ばしていくってところがポイントだと思うんですが、そこで小松さんがリールで意識しているポイントなどがあれば教えていただけますでしょうか？北野社長のところで教えていただいたようなリールの構成を意識して作らせていただいている、冒頭の2秒のところであったり、コールトゥーアクションの最後の CTA のところを作り込むことで集客につながっているなっていう実感をしながら発信させてもらってます。リールで言うとね、冒頭もすごい大事ですし、僕も見てて思うのが、小松さん自身の撮影のアングルっていうのもちょっと引きな形でですね、テロップと顔が被らない形でバランスも捉えてるってところもうまいなというふうに思っていて、リールって顔をドアップにして撮っちゃったりすると圧迫感があったりするんですけども、引きで撮ってあげるっていうのは結構ポイントだったりしますね。トークリールの場合テンポ感が大事だと思うんですが、小松さん自身のインスタグラム概要欄に貼っておくので後で皆さん見といてほしいんですが、テンポ感がすごいいいんですよね。テンポ感を良くするために台本作りとか、あと撮影の時とかになんか意識してるポイントとか教えていただけますか？北野社長が VIP のグルコンの時に言われていた文の流れを意識するように台本を作らせていただいているのと、何度も撮影する前に読み返しているので、語呂が悪かったりとか喋りにくかったりしたら作り変えたりしていますので、聞きやすいリールを意識して作っています。今の言葉にものすごいノウハウが秘められてるんですけど、語呂の良さとかテンポの良さってかなり重要で、内容がどれだけ良かったとしても語呂とかテンポが悪かったりすると離脱が増えてしまって伸びづらかったりするってことがあるんですよね。文節とか音節、リズム感、テンポ感っていうのは重要だったりするっていうことですよね。こちらのリールって文字の動きだったりとか書体が綺麗めに統一されてると思うんですけど、トークリールの編集も今ご自身で全部やられてるっていう感じですよね？自分で編集したものになります。編集をね、自分でやっていくって方もね多いと思うんですが、編集で意識してるポイントとか使ってるアプリとか教えていただけますでしょうか？北野社長のコンテンツサイトに載ってるものを見させていただいたり、 LINE サポートでわからないことなどあったら聞かせていただいてる。撮った後にテンポ感を大事にしたいので 1.1 から 1.2 倍速にするのがいいっていうことをお聞きしてましたので、それぐらいの速度で編集させていただいてます。最近の傾向としてトークリールはスピード感 1.2 倍速っていうのが当たり前になってきていて、標準だと話すスピードが遅くて離脱が増えちゃったりするので、キャップカットとかもコンテンツサイトの動画とかを見ながら編集をしていただいているというところですね。ストーリーズに関しても綺麗に発信をされていると思うんですが、意識していることあれば教えていただけますでしょうか？文字が多くなりすぎないように、文字を載せるものはたくさん載せてるんですけど、少ない文字数で次々見てもらえるようなストーリーになるように意識してます。余白をうまく開けてあげるっていうところとかも大事ですよね。ご自身の価値観であったりとか、お客様のお声ってところも載せられているというところ。インスタライブやられてると思うんですけど、意識してるポイントとかいかがでしょうか？北野社長が後発で勝てるのはライブをどれだけやったかっていうことを言っていただいてたのと、コンセプトの時にライブをもっと増やしていきましょうっていうことでアドバイスいただきましたので、週1で再開したところなので、2月3月がライブできてなかったんですけど、固定で皆さん見に来てくださるようになりましたし、ライブ置いておくと1日で1000再生られてるので、皆さんも見ていただいてるなっていう印象があります。同時接続だと何名ぐらいの方が見てくださる？LINE の配信ができてたらって感じなんですけど、久しぶりにすると10名ぐらいの接続になっちゃったんですけど、1月2月の頃は同時接続50人から60人見ていただいてました。素晴らしいですね。この動画見てくださってる方とかだと、フォロワーが少ない段階だと最初数名っていうところからスタートしていくっていうのもあるんですけど、アーカイブで見てくれたりするっていうのがあるんですよね。インスタライブのアーカイブでリール並みに再生回数が伸びやすくなってる傾向があるので、最初ね同時接続数ゼロだったとしても、アーカイブで見る人に向けて喋る、皆さんも意識していただけたらなというふうに思いますので、インスタのライブっていうのはリールとストーリーと違って交通行ではなく相互方向でコミュニケーションややり取りができたりするとか、ライブだからこそ話せるような話、そこで引きつけられてファン化が起こっていったりとか、人柄に惹かれていくっていうことがあるので、ライブをやるだけでも制約率 1.5 倍から2倍近く変わるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、それくらい効果があるのでライブはねやっていっていただきたいなと思いますね。同時接続が落ちちゃったんですよ、2月3月が、うん、どうしたらいいですかってお聞きした時に、告知をしてくださいっていうアドバイスだったので、告知すると数字が回復したなって思ったので、ピークの同時視聴者数60名
来てくださいました。素晴らしいですね。ライブの同時接増やすときっていうのはストーリーズでの事前告知と LINE 公式アカウントでの事前告知、これを両方でやっていただくことで同接が安定するってことがありますので、事前告知がねライブではすごい命ですよっていうところですよね。インスタとか LINE を使って個別相談の誘導を集めていくときに配信の施策とかもあれば教えていただけますでしょうか。 LINE 配信がすごく苦手だったのでライブ告知しかできてなかったんですけど、木戸の社長にアドバイスいただいてストーリーローンチと同時並行で LINE も配信していくっていうやり方をお聞きしたので、ストーリーでローンチしていって LINE 配信をしてローンチをかけていってる状態で、そこから個別相談につながっているっていう状態です。ありがとうございます。告知するときにストーリーローンチとか配信ローンチといって分割して何回かに分けて興味付けをしていくっていうね、この告知の仕方が最強で、全部テンプレがあるんですけども、いきなりライブやりますとか個別相談やりますってやってもほとんどね集まらなかったりするんですけども、興味付けだったりとか個別相談を受けることでどうなれるのかっていう理想の未来が見えなかったりするので、最初ストーリーローンチとかで小出しにしていって興味付けのボルテージを高めていって一気に誘導していくっていうですね、こういったやり方を今されていると。最後です。個別相談であったりセールスで意識しているポイントもあれば教えていただけますでしょうか。説明資料を添削いただいて実績者のお声とかを入れるようにしたらお客様の反応も変わるようになりましたので、説明資料をお伝えするだけでご制約いただけるようになりました。実績のお声の入れ方だったりとかスライドの配置とかを変えたことでセミナースライドいじる前と後で変わりました反応とか。どこが大事かを意識できずに講座説明していたんですけど、ノウハウを知ったことでこんな風に成果が出ていますっていう伝え方をすることで強弱強調してお伝えすることができるようになって、聞いていらっしゃるお客様も講座に入るとこんな風になれるんだなっていう未来を描きやすくなったんではないかなと思っています。セミナースライドの伝え方とか順番とかどこに重きを置くかっていうので、同じ内容を喋っていてもお客様に対しての伝わり方とか刺さり方っていうのが変わってきますので、そのタイムしっかり意識されていらっしゃるというところですね。弊社学科に入学いただいて良かったこととかおすすめポイントとかそういったあたりもあれば教えていただけますでしょうか。5年以上インスタ界のトップを走っていらっしゃる北野社長から直接学べるっていうところに魅力を感じてます。 LINE サポートでいろんな方に聞いても誰もわからないお返事をいただいた時に北野社長だけお答えいただいたっていうことと、理解が深まるように YouTube の URL とかも貼っていただいて、わからなかったところを落とし込めるまで理解させてもらえたっていうところがあります。私が一番感じてる北野社長の魅力は、こんな時とかに相談して音声で返していただいた時があったんですけど、生徒さんのことを思って言ってくださってるんだなっていうのが伝わったのでありがたかったです。サポート業今年6年目迎えるんですけども、文面だけでは伝わりづらいなと思った時はボイスメッセージをお送りさせていただいたりとか、個別で動画を撮らせていただいてそれをお送りしたりとか、場合によっては文面だけではなくて参考になるような URL とかもね一緒に添付させていただいたりとか、日頃から心がけているところではあります。最後にはなるんですが、改めて今日動画を見てくださっている方に対して、これから SNS 始めていきたいという方だったり集客学科のご入学を検討いただいている方もいると思うんですけども、最後一歩踏み出したいという方に向けて一言メッセージがあればいただけますでしょうか。私自身も今5歳1歳半の子供を抱えながらインスタ集客で発信しているんですけど、自分自身が学び続けないとお伝えすること難しいなって感じてるので、学んで満足してやめてしまうっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、北野社長のところに入ったらサポートの延長とかもしていただけるので、私は最後の砦だなというふうに思って入学させていただきました。発信するっていうのが今の時代って当たり前になってしまってるので、発信のやり方を知らずに発信してても無駄な努力になってるなっていうのを学ばずにされてる方を見てると思うので、いち早く学んだ人が勝ち抜けていけるなっていうふうに思ってます。自分の輝ける場所をインスタで見つけていただきたいなと思うので、後悔する人生を歩むか自分の道を見つけて歩けるかで発信にかかってるなっていうふうに思ってるので、今迷ってる方を学ぶっていうところに踏み出していただきたいなって思っています。インスタグラムって一人ゲームみたいなのも近いなと思っていて、どうせやるのであれば1年後から始めるよりも1日でも早く始めていただいた方が成功確率は絶対的に高いので、やるんであれば1日でもね早く進めていただくっていうところをお勧めしたいなというふうには思っております。今日いろいろと小松さんと対談動画をお届けさせていただいたわけなんですが、最後に小松さんのインスタグラムと LINE 公式アカウントのリンクも概要欄に貼っております。両方ともすごい勉強になるのでぜひ登録してチェックしていただきたいなと思うんですが、特に小松さんのリールとかもね上手なので参考にしていただきながら、今 LINE 登録いただくとですねプレゼントもいただけるということで、こちらの詳細もご説明いただいてもよろしいでしょうか。私がお伝えしているのはインスタで発信したいけどわからないっていう初心者の方向けに発信させていただいてますので、普段からわかりやすくお伝えするっていうことは意識して発信してるんですけど、プレゼントとしてお渡ししているのがインサイトの分析方法について、あとは最新のリール戦術の動画になります。私自身も潜在意識っていうところを意識して起業家としてのあり方を整えていただきながら発信していただきたいなと思っているので、潜在意識発見シートが3つ目です。ハッシュタグの攻略についてお話ししているライブ動画をお渡ししています。私自身はプロフィールを整えることでフォロワーさんの獲得につながるなというふうに思っているので、プロフィールを自分で書き込んでいただいて作成できるような簡単作成シートっていうのをオリジナルでお作りしてお渡ししています。ありがとうございます。これだけの、ね、豪華特典
ね、今だけ無料でいただけるということなので、ぜひ皆さんね LINE 登録していただいてチェックしていただけたらなというふうに思います。ということでね、今回対談動画をお届けしたわけなんですけども、動画最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。